はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、テンシルの紹介その5になるのかな。はい、まあハワイアンコア、そしてつぶつぶ木ですね。はい、で桜、そうで桜もね、そうなんですよ。ペンシルはわりかしいい木いっちゃったんですけど、ルーチェペンの方がね、いい木いかなかった、申し訳ないです。ね、外から取ってってさっきに仕込んだのがペンシルだったので、ルーチェペンが木が落ちそうな気がしております。まだ全部削ってないので、オイル塗ってないので分かりませんが、また価格つけていきたいと思います。この辺だとね、もうきっちり廃高級素材でいけるかなっていう感じですね。はい、チューリップとですね、物によりけり、また値段16,000〜14,000とつけていきます。ケーキ、つぶつぶ木もあります。さっきもあったな、はい、まあこの辺もそうですね。まあ価格、まあ14,000とか、まあいいやつだと、まあ16,000となりますね。ケヤキ、キルテッド、木ですね。はい、いいやつ。思ったよりも良かった。ということで、またよろしくお願いいたします。はい、こちらのね、つぶつぶ木と同じく同じ価格帯。本当はね、もっと上げたいんです。めっちゃ上げたいんですけど、キルテッド木も、つぶつぶ木と同じく高級素材10,000円となります。お、はい、いると思う。どうですかね、どうですかね。はい、まあ、こんな感じ。そんなやつばっかだった、つぶつぶ木もちょっと真鍮パイプもありますね。またね、この辺はちょっと各イベント分けして本数持っていきたいと思います。ではでは、またよろしくお願いいたします。